はい、こんにちは。明日がですね、いよいよコンテストということで、今がですね、前日の、夕方、6時ぐらいなんですけれども、コンテストっていうのは、黒くするのに、当然、日焼けとかしていくんですけれども、それだけではね、なかなか、大変なので、カラーリングっていうのをやるんですけれども、当日塗るとですね、やっぱりこれ、汚れがね、なんかその辺についちゃうみたいなんで、基本的には、前日までにカラーリングはしておいて、で、その状態で取れないように、保護しながら当日を迎えるというのが、基本になっています。ですんでね、今日はちょっともう前日ですので、カラーリングをやっていきたいなと思ってます。で、せっかくなんでね、カラーリングする前とした後でどれぐらい体の感じが変わってくるかっていうのを、検証も兼ねてね、動画にしてみたいなと思っています。で、カラーリングなんですけれども、とりあえず、1回はこれからやるんですけれども、重ね塗りすればするほど、黒くなるということで、今6時で、また、10時、11時ぐらい寝る、ちょっと遅めにもう1回塗ろうかなと、2回塗ろうかなというふうに考えています。はい。で、これがね、今まだカラーリングする前の体になります。で、当然、ノーパンプな状態です。という感じですね。こんな感じです。で、またカラーリングしてですね、で、せっかくなので、ちょっとパンプアップした姿っていうのもお見せできたらなと思っているので、ちょっとね、本番をイメージして、ちょっと今日はこういった、本番コンテストのバックステージでパンプアップって、なかなかね、ダンベルとかベンチプレスとかってそこではできないので、中にはダンベル持ち込んでるともおるんですけど、やっぱり、会場までそれなりの距離もあるし、電車乗っていかないとダメなので、チューブで基本的にはパンプアップしたいなと思ってるんですけど、ですので、チューブでちょっとパンプアップして、本番さながらでパンプアップした姿を、ちょっとお見せできたらなと思っています。はい。では、カラーリングしてみます。今ですね、ポロタン塗り終わって、で、5分から10分ぐらいですかね、ちょっと本番さながらで、チューブを使ってパンプアップをしてみました。はい、こんな感じですね。
まあね、ちょっとね、ちょっとこの家のね、照明がかなり微妙で、で、ちょっと塗る前にね、風呂入って、ちょっと、産毛剃ったりとかしているうちに、ちょっと外も暗くなっちゃってですね、またこの光の感じも変わってしまったので、ちょっと単純比較できないんですけど、まあ、黒くなりました。やっぱちょっとパンプしてる分、ちょっとね、こう、カットも、こうちょっとね、くっきりしてるような気がします。はい。これね、あと、まあもう一度、二度塗りしてですね、また、明日のコンテストに挑みたいと思います。はい。